ケモソルジャーの切ないです。 A0 です。今回は質問コーナーということで、ポケソルの質問箱に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たちが責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんの手助けになればと思います。ということで今回の質問を読みます。はい。なぜこのポケモンにこの技が与えられていないのかという技ランキングをお願いします。イベルタルの悪巧みやボルトロスの暴風のような明らかに対戦バランス調整の意図で与えられなかった技は別として、いろんな意味でどう考えても覚えるべきだろうと思える技をなぜか与えられなかった悲しきポケモンたちが知りたいです。対戦バランス調整意図で与えられなかった技は別とするんだ。なんか見た目的に覚えそうだねっていう技を。いやもう対戦バランス調整関係なく全部ぶっ放していっちゃっていきたいけどな。なんで覚えないんだろうっていうのは結構あるけどね。あるね。まあ、という感じで今回は自分たちのポケモン対戦配信ならではのなんで覚えないんだよっていう技を話していきます。いつもやってるランキングとか丸々戦みたいな感じではまあ多分できないから、まあ、緩い感じでということでやっていきたいんですけど、まあ、バランス調整の意図も別としてって書いてるけど、まあ、見た目的に覚えそうだけどバランス調整にした結果、うん、覚えさせないようにしようって技もあるだろうから、うん、多分覚えないのはバランス調整のためなんだろうなっていう技も挙げていったらいいよね。全部覚えさせてもらって旧世代で最強は大暴れにしていこう。だけどザシアンは剣を持ってるポケモンだから断崖の剣を覚えろよっていうのじゃないでしょ。リーフブレードはさすがにそれは対戦のバランス調整覚えてもおかしくないけど、別にザシアンといえばリーフブレードだろうとはならないから、うん、それは違うか。もう明らかに覚えそうじゃん、なんで覚えないんだよって怒りそうなやつでしょ。うん。サンダーのエアスラッシュとかは違う。ああ、4世代の段階で覚えるべきような技だよ。うん。暴風ですら剣盾でやっとかって感じだったけど、ずっと昔は目覚めるパワー飛行使ってたから。フリーザーはエアスラを8世代から覚えて、ファイヤーはエアスラを4世代から覚えるから、山頂の中で唯一エアスラを覚えない。違和感すごいね。何かしらの意図はあるんだろうね。バランス調整と言われたらそれまでなんだ。それで言うとさ、もう電口はサンダーに電撃くちばしじゃん。まさにネーミングはそうだけどなんちゃらラゴンの専用技でしょ。いやいや、そうなんだけど、なんならカプコゲコだ、電撃くちばし。ザシアンに断崖の剣あげろよと一緒じゃね。それは違うじゃん。ダイナの剣はさ、エフェクトがさ、剣とかそういう感じじゃないじゃん。まあまあまあ、でも電撃くちばしはもう電撃のくちばしでドーンなんだからだ、覚えてもよくない見た目的に。バランス調整の意図で覚えてないわけではなさそうだけど、専用技がね、専用技じゃなくなるパターンもあるからね。まあ8世代の時にね配んないっていうのはちょっとまあわからんくもないけど、まあ一旦専用技でみたいな。マジカルフレイムとかシェルブレードみたいにね、うん、みんなに配ってもいいか、ダメじゃね。まあでも配られんのか、コケコとサンダーとパチパチスタイルの踊り踊りとかカブコケコにはダメか。サンダーオッケー、サンダーはいいんじゃない。ラッキーがちょっとサンダー受けるのしんどくなるぐらい。カプシリーズそれで言うとあるじゃんね、やっぱりみんな思ってると思うけど、カプテテフのワイドフォース、カプコケコのライジングボルト、カプブルルのグラススライダー。まあ別にこれいらないけど、レヒレのミストバーストとか、まあ、あとレヒレはクイックターン覚えないけどね。ああまあクイックターンはまあクイック感はないか。まあまあ、まあ、それで言うと別にラグライスがあるわけじゃないんだけど、ていうかこいつらのために作られた技だと思ったけどね。バランス調整と言われたらそれまでですけど、違和感はあるよね。よくある言われてんのがプテラのモロハとかね。なんかハートゴールドソウルシルバーの時に、うん、ボスゴドラとかモロハ覚えるようになったんだけど、そうだね、その時に確認したもんね、プテラの遺伝技についに来たかと思ってポチってポケモン徹底攻略開いたらあれないんだけど。ブレイブバードはねまだわかるんだけど、確かにメガプテラが覚えたらちょっと強そうではあるけど、でも反動食らうからね、メガプテラまあめちゃめちゃ食らうだろう。ゲームバランス的にっていうのだと今まで話してダメだったかもしれないけども、正直プテラはいいけど。バンギの畑とか不意打ちは違う。ああ、それはでも覚えそうかと言われたらそうじゃないけど、そうだよね。昔教え技にあったじゃん。うん、あったね、不意も畑も。その時になんでバンギラスだけ覚えないのかなとは思ったけど、不意打ち感はないよな、バンギで。まあ正々堂々戦いそう。そう、畑はいいかなって思うんだけど、しかも6世代から畑落とすって強化されたんだけど、それまで威力20のゴミ技だった。昔から畑落とすとか不意打ち覚えないから、多分バランス調整じゃなくてモチーフ的に覚えないみたいな、そういうことなんだろうな。でも叩きつけるはバンギレベルで覚えるから、ちょっと違うんだろう。威力20でパチンってぐらいの叩き方できなかったんだろうな、当時のバンギには。力加減できないんだろうな。そう、自分いいっすか。はい。ガマゲロゲの冷凍ビームとかどう。あーね、あれなんだ。ここ風はできるけど、水タイプってほとんど冷ビを覚えるんだけど、
数少ない霊媚覚えない水タイプだよ、ね、あと覚えないのゴシロトムとか。それは別にウーラオスとかも覚えないよね。そうだね、まあ、ウーラオスもまあ別にわかるけど、それで言うとでもガマゲルゲはただの水タイプだから、そんな特別感出さなくてよくないっていう。ミザコオリとかね、ゲロゲね、5世代の頃いたしね。いたね。これ最初に話さなきゃいけなかったわ。ラブの竜舞はドラゴンだしな。ナマズンが竜舞してんだからもう何でもいいだろうって思うんだけど、まあドラゴンじゃなくてサメだしな。壊れはしないと思うんだよな、普通に強いポケモンっていう。多分6世代までだったらちょっとヤバかったんだけど、うん、ラブの評価が落ちた7世代以降だったら、まあ、多分大丈夫かなとも思うんだけど、こんなんゲーム成立しねえわってほどではない気がする。それシリーズだとザマゼンタのボディプレとかね、全然壊れないっていうか、まだザシアンの方が強いでしょ。いや全然ザシアンの方が強い。放電覚えるけど10万ボルト覚えないとか、火炎放射覚えるけど大文字覚えないとか、いくらでもありそうだけど。マッギョのさ、うん、ボルチェン覚えないの納得いかなくね。確かにそう言われたらそうかもしんないけど、なんで電気タイプでボルチェン覚えないのって誰だ。パッチラゴンとか。あーはいはいはい。バチーニも確か覚えなかった気がする。バチーニが覚えないのもよくわかんないけど、マッギョは別にボルチェンしてもいい。全然アクビステロボルチェンって結構強いけどな。電気タイプでボルチェン覚えないのシビシラスとかはまあしょうがないけど、普通にはちゃんと技を覚えるポケモンの電気タイプだったらみんな覚えていいと思うけど、対戦環境を考えてってことではないだろうね。でも覚えないのも変だから。地味なのでいいんだったらドリューズのストーンエッジとか、あトイケキッスのムーンフォースとか。あ、まあ、それは地味じゃないんだ。火炎放射覚えるけど大文字覚えないみたいな。あ、威力的に介護感は覚えるけど上位互換覚えない、うんうんうん、これなんでだろう。キスのムーフはさ明らかにバランス調整感あるじゃん。まあでもアルセウスでそう新しくもらったっぽいけど、9世代以降ムーフォーキスあってもおかしくないから、全然いや別に正直あってもまあいいかなと思うし、天の恵みプラスムーフォースで6割 C ダウンしてくるんですけど、それで多分ドリのエッジもバランス調整だよな。第5世代当時だったらそうだろう、ね、うん、5世代のドリが最強すぎてエッジこれあかんかもなって。いやでもなだれのが嫌だったけどね、ひるむから先生で打ってきて。ああ、まあどっちが強かったかって言うと難しいとこかもしれないけど、絶対エッジ覚えるんだったらエッジとなだれで、まあ半々にはならないだろうけど、まあなだれ派も絶対いるよな当然。エッジだったら外れるしひるまないし安心する場面だってあったと思うんだけど、みんななだれだったから逆に良くないっていう。岩技シリーズでさ、これ地味なんだけどさ、ジガルデがさステロとさ岩石封じ覚えないんだよ。地味だね。いや地味だけどさ納得いかなくない。トリトドンはステロ覚えない、まあ、岩石封じは覚えるけど、ステロ封じ覚えない地面タイプなんてそうそういなくない、両方覚えない。まあいない気がする。 10% ジガルデでさステロニラミみたいな方とかできないかなってちょっと思ったってことあったんだけど、うん、ステロ覚えなくてはってなった、ね、悲しいねそれ。これはね今すぐでも覚えさせてほしい調整なのかな。なんかもう忘れてるだけだとしか思えないんだけど、まあ6世代なんてジガルデ見たことないし、サームチェンジがないから、その時点でステロを覚えてても全然おかしくないけど、覚えてないのは何か理由があるんだろう。次の世代のことを想定でもステロを覚えさせちゃいけないなっていうバランス調整なんか絶対違くない。よくわかんないのはいっぱいある。うん、明らかに調整してんのはミミッキュのポルターガイストとかでしょ。まあ、ミミッキュなんてもはやもうポルターガイストポケモンだろってぐらいポルターガイストだし、ポルターガイスト絶対覚えると思ってたし、あとギルガルドか。あー、まあ、ギルガルドか。ゴースト三大強いポケモンなぜかポルターガイスト覚えない。誰も覚えない。誰も使ってないしこの技。今一番ポルターガイスト使うポケモン誰。ガラガラか。あーそうだね、ガラガラだね。ポルターガイストを救うという意味でもこれもバランス調整なんだろうけどさ、ガラルダルマのツララバリ、ツララ落とせるなら針で投げてもいい気がするけど、そうけどこれはバランス調整なんだろうな。それもなんかひるませられてるからね。そうそう結局ね、スララバリだったら2回で止まってラッキーってなることもあるから。あるね。うん、でも5回当たってやべえってなることも絶対ある。5回当たって何の助けも貫通してくるパターンあるけど、どの技がテンプレ化しても幸せにはならない。まあまあまあ誰もがねそういうポケモンだから仕方ないけど、スララバリ5回も冷凍パンチ氷もスララ落としひるみもどれも嫌なの引いたら一緒や。一緒一緒、変わらん変わらんって思うけど、ボルトロスの暴風とかも剣盾で絶対来るっしょって言ってたもんね。暴風似合うポケモンランキングさ1位トルネウス2位ボルトロスでしょね。暴風なんてこいつらのための技だな。いやね、これはまあ調整大成功だろう、ね、ゼルネアスのさ大地の力あってもよくない。まあモチーフ的になんか、まあ、モチーフ的に大地の力感はあるけど。そうあったら世界が終わる。そう、まあ、ザシアンで止まんないからねネクロでも、まあ、多分ゲーフリはフェアリープラス地面の相性互換に気づいてるから、うん、露骨に減らしてるよねその技。そう地面フェアリーはマジで少ない覚えるポケモン、まあ、いつかその技範囲が解禁される
える時は来るのか、なんで覚えないのかじゃなくて、なんで覚えなくなっちゃったのかはバシャーモの飛び膝とかだけど、なんなん膝といえばバシャーモだろっていう、もともと膝といえば、まあ、チャームだったのか誰、まあ、か沢村かでしょ、沢村か膝しますみたいなデザインでメガ進化させといて、メガ進化できなくなったら没収って、メガバシャーモの膝感すごかったよ、飛び膝蹴りするよっていう、だからまあそれなくなって、ほな別に今でもいいかってなっちゃったんだろうけど、違和感はあるよね。これなんとも言えない微妙なとこなんだけどさ、インテレオに草結びってどう思う？まあ覚えそうなのは月光河のせいか、草技なんか覚えたらさ、絶対インテレオもうちょっと強かったと思うんだけど、まあ特に剣盾シーズン1とかね、こんなに同期とさ離れちゃってかわいそうだし、そんぐらいあってもよかったんじゃないかなとも思うんだけど、これは見た目というか進化前から継続して覚えてほしいっていう理由で、うん、ボーマンダーかっこコモルの殻を破るとか、うん、そらダメだろそれ多分調整だよね、中間だけ殻を破るシリーズは覚えないようになってるだろうな、テテフとかレヒレも殻じゃんね、うわぁ確かに殻破ってもっと応用を効かせれる気がするんだけどな、剣の舞ってさ明らかに剣で舞えなそうなやつも舞うじゃん、ああそうね、ミミッキュとかランドロスとかリザードンとか、殻を破れたってね、カメックスも8世代から覚えるようになったしね、カメックスは破れるよね、そうだから破れるようになって、ああいいなって思ったんだけど、鉄火具屋も殻なのかいやいやあれは殻じゃないだ、メタグロスか、メタグロスも違うだろさすがに、でもカラー破るといえばパルシェンとかコータスとか結構破れそうな見た目してるし、まあ対戦バランスも込みで今の感じがいいのかな、カメックスもね、メガカメックス終わったからまあいっかって言って覚えさせたんだろうし、うん、それで言うとさ、テテフなんかさ、これモチーフ蝶じゃん、カプテテフって、ああ確かに、あの中国名もカプ蝶蝶だからね、あそうだよね、だから蝶舞確かなんか鱗粉を撒き散らすみたいなんだよね、うんうんうん、眠りごな、あ眠りごなテテフ、眠りごな蝶舞ワイドフォースマジカルフレイム、マジカルフレイムはもうあれや、それはもうモチーフとかイメージとかじゃなくて、配ったんだから配れよりどんみたいな、他のエスパーにも配ったんだから、それは完全にバランス調整だけど、テテフのマジフレは無限に出てくるな、うん、無限ではある、今まで挙げたやつで一番覚えそうなのなんだろう、本当にモチーフ的に考えたらミユッキのポルターガイストだけどね、うんと思うけど、なんで覚えないのって感じだけど、もう本当にバランス調整だけで覚えなくしてる感はすごい、新しい技強いポケモンに配った結果がサンダーの暴風なんだけど、まあ、サンダーの暴風ありだったらもう何でもよかった気もしちゃうんだけど、別にポルターガイストもあげてくれ、うん、コケコのライジングボルトもええよっていう、うん、ダメなのはくちばしぐらいなんじゃないですか、というわけでなぜか覚えない技とポケモンの組み合わせについて話していったんですけど、まあ、覚えそうだけど覚えないんだろうなってちょっと半分諦めてる、うん、プテラとかもう調整が関係ないんだからいいやん、もうマッキョのボルちゃんとかもう覚えさせてほしいけど、よくネタにされてたのがブースターのフレアドライブだけど、これぐらいみんなで言えばさ覚えるようになるってことなんじゃないの、いじり続ければね、ってことはさ一番将来的に覚える可能性あるのはやっぱザマゼンタのボディプレなのでは、これあるね、まあ、ちょガブの竜舞はちょっとあれなんだろうけど、まあでも絶対ザマゼンタのボディプレもガブの竜舞も覚えたらトレンド入りするよ、うんするね、えフライゴもさ竜舞覚えるようになってさ話題にもなったじゃん、うん、はなったね、トレンド入りは確実だな、そんな感じでね世代が変わればね、なんで覚えないのって技も覚えるようになるから、スカーレットバイオレットではザマゼンタがボディプレスしてるかもね、マジでしょうもないやつ一個思いついたから言っていい、うん、バチュルの雷、バチュル、ああのちっちゃい雲、そうそう、デンチュラの進化前あいつ雷覚えないんだよね、デンチュラはよくしてるけどねそう、なぜかバチュルは雷覚えない、進化前覚えないシリーズはいっぱいあるでしょ、まあいっぱいありそうだけど超地味だね、まあ、配っちゃってもいいけどね、誰も気づかん、ああ覚えるようになってるいつの間にか、そんな感じでいろいろ話したらいろいろ出てくるんですけど、漏れてるやつとか頭から抜け落ちてるやつあるんで、ね、今回紹介されてないけど俺はこう思ってるぜってやつあったらぜひコメントで教えてください、はいお願いします、これからもためになる対戦動画や解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします、お願いします。